4番が、ちょっと大事にこの包みにこうやってつる包んできたんですけど、なんだ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 、でスヌーピーの枕カバー急に生活感そうなんですよ、これハハハハハって笑ってる。これたまに夜見ると怖くなるんですけどすげえ怖いと思って、怖いと思うんですけど、そうなんですよ、これをね、使わせていただいてます。ノミネートさせて、やっぱこれもオタグッズですよ、だってキャラクターをね、生かしたやつなんで、ほらです、ほら予想外でしょ、みんな急でもスヌーピー僕大好きなんで、スヌーピー店とか行きたいぐらい好きなんですよ、実は。それでは発表したいと思います、本年度グッズ賞はマクラバーです。やっぱりバレてた、バレてた。じゃあこれふざけたわけじゃないの、あの本当に本当なの、本当にいいの。裏面も色違いの。そっちが表じゃないの。え、違うよ、こっちが表だよ絶対。こっちの方がなんかさ、よくない？僕基本こっちをあの頭にしてるんですけど、いやたまにこっちをねやってるんですけど、でもこれも今日洗いたてなんで、んいい匂い、洗剤のいい匂いがする。そう、ちゃんと洗って持ってきたので、今日はこの後夜これ使って寝たいと思います。でこれ何がいいかっていうと、これね、あの池袋のなんかあの、なんていうか、キディランドだっけ。キディランド、キディランド、キディ、キディ、キディ、あれなんていうのあれキディなのか、キディなのか、キディ、キディ、うん、ほら、キディ、キディランド、うん、キディランド、キディランドね、あるじゃないですか、ポケセンの向かいに。あそこ結構好きで、いろんなグッズ入ってるから、あそこでこれ買ったんですよ。で、なんか、あそこスヌーピーグッズが多いっていうのもあって、なんでこれ選んだかっていうと、まあ、枕カバーを普通に探してたっていうのあります。で、まず、あ、スヌーピーか、かわいいな。しかもなんかこれグレーと、なんかこのホワイト系だから、ちょっとシックな感じで肌触りもいいです。あ、そう、そう、肌触りいいんだよ。そう、それ言えば言おうとしてたのが、それ鳥だったから、鳥のポイントだったから。これ肌触りがめちゃくちゃいいんですよ。これタオル地っていうのかな、っていうので、すごいなんかこう、まあ、ツルツルしたのが好きな人とかってあれなんですけど、僕は結構バスタオルとかタオルを敷いて寝るのが好きな人なんで、もうこれだったらあのタオル敷かなくてもいいじゃんと思って、これで買いました。池袋サンシャイン、サンシャイン在住ではありません。ありがとうございます。はい、これはね、しかもこう、ここがね、こうほら、こういうやつなんで、すごい楽なんですよ。こう伸縮がすごいんですよ。ほら、見てください。ほら。これ、ギューな。すごいでしょ。顔がギュイーンなってる。あーって笑ってるでしょ。すごいでしょ。そう、これそうなんです、伸びるからすごい、あのこの干す時もあのこのタコ足みたいなのとかもこうすごいこの空洞ができるからすぐ乾くし、めっちゃいいんですよこれ。ほんと速乾。そっちが表だよ。ちげえよ、絶対こっち。絶対こっちで。これいろんな種類あるんで、あのなんか多分まだ今もあんのかな、僕あったらちょっと買いに行こうかなと思ってるんですよ、もう一回キデイランドに。言えたね。言えた、言えた、キデイランドに行きたいと思って、はい、皆さん枕カバーに困ってる方はぜひこのスヌーピーをおすすめします、はい、よろしく。いろんな種類あったんで、こんなあのカオスじゃないやつもあったんで、普通に可愛いやつもあるんで、はい、これも可愛いんですけどね、はい、はい、というわけでお届けしました、はい、そしてその後はですね、以前告知しておりました通り、え、番組全体の賞もご用意しています。その名もおたわだ名台詞賞というわけですね。今までの番組の中で生まれた名言何パラパラいいんだよ、もう、いいんだよ、もう期待してねえから。母ほら、みんなほら、母母使い始めるよ。スヌーピーのやつ、いいやつ、みーっけって。母母って。そう、それをあのやっていくんで、今まで言ったあの言葉、うん、もしかしたら母母母も乱入してくるかもしれません。かもしれない。かもしれない。そういうね、名台詞とか、視聴者のあなたが、一緒に残って視聴者の。これ、サンサインって。ちょっと今日な。ちょっと待って、コメントやばい。母母って見れるって。怖え。怖えよ。みんなすごい。怖えよ、みんな。海外かと思うよ。そこだけ。はい、というわけで、あの印象に残っている名台詞とか、言葉を決めていきたいと思いますので、皆さんご協力よろしくお願いします。